フリーユニオンはアメリカ合衆国バージニア州アルベマール郡にある国勢調査指定地域の一つでシャーロッツビルの北西10マイルに位置している。2010年のアメリカ合衆国国勢調査では人口は193人であった。中心集落はとても小規模で私立学校、診療所、郵便局、よろずや公務店と数十軒の住宅があるだけである。 中心集落以外の場所は、おしなべて農村的な性格の地域となっている。中心集落から北へ数マイル離れたところには、ワイナリーがある。この地域に入植が始まったのは、18世紀、中央であり、1761年には、アルベマール軍に編入された。村は、当初、19世紀に、 当地で鍛冶屋を営んでいたニックという解放奴隷のタイヤ職人の名からニックスビルと呼ばれていた。1847年に郵便局が設けられた際に同じ軍内ですでに郵便局が存在していた別のニックスビルとの混同を避けるためにフリーユニオンという名称が郵便局名として用いられた。この名は1837年に建てられた フリーユニオン教会にちなむものであり、この教会は現在もフリーユニオンバプティスト教会として存続している。教会名のフリーとは人種を問わず自由に礼拝に訪れることができることをユニオンとは自分たちだけでは独立した教会を維持できない4つのキリスト教習派が合同で運営する教会であったことを意味している。 郵便局名が村落名として定着するようになった20世紀初めまで、この村落はニックスビルという名で知られていた。1999年には、当地にあるバラードモーハウスが国家歴史登録財に登録された。ありがとうございます。